マッチングアプリでも結婚相談所でも無双して死ぬ人が出ました。死ぬ人がちょっと出るかもしれないんですけど、そうですねちょっと言いづらいところありますね。はい、それでは婚活アドバイザーの豊田です。結婚物語チャンネルということで、今日はですね、いつもの所長との YouTube ではなくて X のスペースをメインに YouTube も撮っていく企画になっています。でいつもより動画の尺も長いと思いますので、もうラジオ感覚で聞いていただけたらと思います。また今回のスペースの企画に伴い素敵な会員様が来てくださることになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速いきたいと思います。はい、じゃあ1時になりましたのでスペースを始めていきたいと思います。皆様こんにちは、結婚物語の仲人 T です。今日はですね、結婚相談所で高望みを叶える方法についてという話で始めていきたいなと思います。例えばこんな方のためのトークですね。今日は、俺は学歴も年収も見た目も普通のおじさんだけど絶対に子供が欲しいから自分より5歳以上若い女子に行きたいとか、私は若くないし顔も普通だけど年収600万以上の同世代か年下でできれば身長170はあって見た目もそこそこの人と結婚したいみたいな、最終的にそれが叶えられないなら結婚しなくていいっていう人たちですね。そんな人たちはぜひ今日のトークを聞いていただけたらと思います。本音で言うと私はちょっぴり高望み反対派です。なぜかというと、高望みになればなるほどありのままの自分を受け止めてもらうのがすごく難しくなるんですね。高望みだとある程度自分を曲げて相手に合わせる必要が出てくるし、すごく努力もいる。例えば偏差値50で東大に受かりたいって言ったら、普通に東大に受かる人と同じような努力では絶対に受かれないので、血を吐くような努力がいるんですね、高望みは。なので私はどちらかというとちょっと努力して結婚したいぐらいのタイプで、自分の婚活もそうだったので、できるなら高望みじゃない方が楽じゃないのって自分は思うタイプです。自然に付き合える人と結婚した方が無理しなくて済むんじゃないのって私自身は思っております。ただやっぱりうちの会員様にもいらっしゃるし、皆さんもそうだと思いますが、どうしても高望みを叶えたい方、どうしてもこの高望みを何とかしたいという、そんな人のためにね、今日は私一人ではちょっとね力不足だと思いまして、かなりの高望みを叶えて結婚した結婚物語の元女性会員様を呼んできています。成田真由さんです。よろしくお願いします。こんにちは、成田真由です。よろしくお願いします。真由さんはですね、本当にすごい婚活女子ですよね。彼女が入会してきたのは4年前、当時38歳で結婚物語に入会されました。当時は本当に今と違ってかなり婚活男性が少なくて、30代後半だと男性1人に女性4人ぐらいの割合だったんですね。令和5年でもまだ女性の方が多いですが、それでも今は男性3人に女性4人ぐらいなので、今より3倍ぐらいきつかった。それがもう4年前ですね。今でこそうちだったらアラフォー女性が結婚するのってだいたい5歳差前後ぐらいなんですけれども、当時は38歳だったら10歳上を視野に入れなさい、アラフィフを狙いなさいって割とどの結婚相談所でも言ってたかなと思うんですね。そんな時代に真由さんは2歳下の高収入イケメンをはじめ、もうそうそうたるメンバーとお見合いができていました。実は真由さんは早稲田のライバルのあの有名大学、ちょっとどこかは伏せますけど早稲田のライバルで大体わかると思うんですけど、そこの卒業したバリキャリなんですね。裕福なご実家に育っていらっしゃって、有名な大学を出て年収もまあ4桁ちょっと切るぐらいですけど稼いでる。今でこそ収入がある女性って多少モテてますけど、当時はねどちらかというと敬遠される存在だったんですね。38歳っていう厳しい年齢で、スペックとしてもどちらかというと別に男性が好むスペックではない、その状態で普通のアラフォー女性だったら絶対にマッチングできないような人たちと次々マッチングして、最終的にねすごい人と結婚してしまったという方なので、本当にだからあの時代は厳しかったので、例えばアラフォーのバリキャリが自分が年収1000万くらいあるから相手も1000万くらいある人がいいな、同じぐらいの学歴の人がいいなって思っても、同年代の高学歴の年収1000万の男性ってアラサーの美人とお見合いができるし、特に4年前っていうのは男性が相手の年収や学歴を重視してない時代だったんですね。今よりもずっとアラフォー女性のバリキャリの婚活もかなり厳しかった時代に、マッチングアプリでも結婚相談所でも無双して、たくさんの同年代だけではない年下のハイスペイケメンから真剣交際の申し込みを受けて、最終的に39歳で2歳下ですかね、2歳下です、2歳下の年収ね、ちょっと伏せますけど数千万の
男性と結婚した、その秘訣を少しでもね皆様に今日は伝えてもらえればと思ってお呼びしました。まゆさんの弟さんは弁護士で、お友達がお医者様と、ハイスペ男性の知り合いがとにかくたくさんいるんですね。なのでハイスペ男性はどんなことを考えているのかという話もしてもらえると思います。私の方からは、男性が若い美女と結婚するには何が必要なのか、うちの普通の男性で若い美女と結婚した男性会員様は何をやっていたのかという話をさせてもらいますので、それも聞いてもらいたいなと思うんですが、とにかくね今からしてもらうまゆさんの話っていうのは男女共通して役に立つ部分が非常に多いと思います。婚活でモテるには人としてどうあるべきか、どう婚活に向き合っていくかっていうお話が多いので、男女問わず高望みを叶えたい皆さんに大変役立つと思います。厳しい話もしますが、ぜひ聞いていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。ここからはバトンタッチして、私成田真由の方からお話をしたいと思います。まず最初1番目なんですけど、高望みを叶える結婚相談所の選び方っていうことで、どういう相談所を選ぶといいのかなってお話をしたいと思います。でまず最初に、高望みを叶えるのに最も大事なのは〇〇〇っていうところなんですけど、これ何だと思います？これはもう間違いなく行動量ですよね。そうですね、行動量です。高望みを叶えるのに最も大事なのは行動量を増やすことなんですね。自分の望みがやっぱり高望みであればあるほど、高望みであるという自覚があればあるほど、たくさんの人にアクションをしていかなきゃいけないんですよね。そうなった時にまず最初に考えてほしいのが、お見合いの申し込み可能数が多い相談所を選んでくださいっていうことなんですね。これは例えば100人でダメ、200人でダメでも、1000人ぐらい会えば1人ぐらいは理想ぴったり、かつあなたのことを素敵って思ってくれる人が現れる可能性があるかもしれないっていうことなんですね。申し込み上限が1ヶ月10件とか、私もちょっとこういうところ以前入ってたんですけど、お見合いするのにお金がかかるところってあるんですよね。お見合い1回するのに5000円かかりますとか、1万円かかりますとか、そういうところはねやめた方がいいです。多分破産してしまうので。結婚物語さんは上限は150件まで大丈夫なんでしたっけ？通常コース150件で一応お金もうちょっと行ければ200まで行こうと思えば、でも200はいらないんじゃないですかね。1ヶ月150件行けたら、最高ですよね。それぐらいに結婚物語さんみたいにたくさん申し込みができるところを選ぶのがいいと思います。2つ目なんですけど、高望みとかハイスペ狙いの特に女性ですね、女性がちゃんとハイスペの男性と結婚してるっていう実績がある相談所を選んでいただきたいです。これなんでかっていうと、ハイスペ婚の実績がある相談所であれば、仲本さんってある程度そのハイスペの生態とか、ハイスペってこういう女性が好きだよみたいなところを熟知してるんですね。高望みってなった時に自分一人の力を高めていくことも必要なんですけど、いろんな仲間を集めて、その仲間の人たちに手伝ってもらって、あなたの戦闘力を強くしていくってことが大事になってくるので、そんなハイスペを求める女性像を熟知してる仲本さんが味方につけば、あなたの戦闘力もめちゃくちゃ高くなりますので、ハイスペの実績がある相談所を選んでいくっていうのが大事ですね。ハイスペ婚で一番大事なのって、ライバルを意識して活動することなんですよ。自分の希望もそうだし、自分がそこに向かって頑張っていくっていうのはもちろんなんですけど、やっぱりハイスペには女子が群がるので、ライバルを意識して活動するっていうことが大事で、アラサーアラフォーのあなたがいいって思うハイスペには20代のバック美女がどんどん群がってくるんですね。なのでそのライバルを意識しながら選ばれるためには、ハイスペ婚を熟知した仲人さんのサポートっていうのが必要にはなってきます。そうですね。でもハイスペ婚を歌ってる結婚相談所は結構あるけど、考えたら、男性が若い美女と結婚できますってあんまないかもしれないですね。あ、聞かないですね。一応モデルとか女子大生がいますっていう結婚相談所はあるんですけど、そこに入るんだったら、例えば20代だったら年収800万、30代だったら年収1000万、40代だったら年収1500万いりますみたいな、最初から若い美女を狙うんだったら年収高く持ってこいよみたいなところがあるから、普通の人が若い美女と結婚できるみたいなどってあんまりないですね、今ふと思いました。後で普通の人で若い美女と結婚した人の話もしていきたいので、はい、男性陣はそこまで待っていただけたらなと。はい、2番目に話したいのが、結婚相談所にどんな顔を見せるべきかっていう話なんですけど、入会面談から実は勝負は始まっていて、で私が一番皆さんにお伝えしたいのは、仲人さんに押される自分になってくださいっていうことなんですね。
ね。要は仲人さんの推しになってください。これは高望み婚を叶えたいならと絶対にやってほしくって、男性も女性も、ね、男性も女性もですね。これはもう仲人さんもね、人の子なんですよ。やっぱ気持ちがあるので、自分のお気に入りの会員とか、この人いいなと思う会員に関してはとっておきの異性を紹介したりとか、手厚いサポートをしてしまう生き物なんですよね、やっぱ平等にとはいえ。どうですか、トヨタさん。そうですねちょっと言いづらいところありますね。これ私が考えたことというか、活動していた時にナポードさんだって人間だから、自分がね好意を持っている人に対しては手厚くサポートをするだろうっていう予測を立てて私は常に行動していました。入会面談から勝負はすでに始まってるんですけれども、入会面談の時って皆さんどういう服装を着ていかれますかね。男性だったらもしかしたらお見合い用のスーツだったりとか、女性もちょっとした普段着ではないけれども、ある程度きちんとした服とかを着てる方がまあほとんどだと思うんですけれども、それだけでは甘くて、入会面談の時からもう最高の自分を見せる、最高のおしゃれをして面談に臨んでほしいです。なんだったら美容院でセットしてから行くぐらいですよね。あのイメージは本当に自分の大本命の異性と会う時の同じ服装を、同じメイク、同じ髪型で、同じ心持ちで行くといいですね。ナコードさんを、まあ、自分に惚れさせる勢い、もしかしたら異性じゃなくて同性のナコードさんかもしれないんですけど、もう本当に自分を好きになってもらう勢いで最高におしゃれして、もう最高の自分でいくと、自分をナコードさんにプレゼンするみたいな感覚ですね。そうするとやっぱり相談所の方もこの人素敵だなって思ってくれるので、じゃあちょっと頑張ってサポートしますかっていう気持ちにおそらくなるはずなんですね。なのでもう入会面談から最高の自分で臨んでいただきたいっていうのが一つあります。あとやっぱりナコードさんとコミュニケーションをするときに、あんまりネガティブなことは言ってほしくなくて、例えば結婚相談所っていい人がいないんですよね、前の相談所の時はこんなことされてあんなことされてみたいな感じで出会った異性の悪口を言うみたいな、これは絶対ダメですね。あとは前の相談所の悪口というか、前の仲人さんが最悪だったんですよとか、こういう相談所ってありえなくないですかみたいな感じで前の相談所を悪口言うみたいなのもダメなので、とにかくポジティブにお話をしていくっていうのが大事ですね。そんなコーナーで入会しましたっていう風になった時に、今後どんどん仲人さんとコミュニケーション取っていくと思うんですけれども、いい人を紹介してもらうためにもナコードさんにはいい子でいるっていうのが前提で、例えば嫌なことがあっても八つ当たりをしないとか、ちょっと調整とかでうまくいかなくなったとしてもそこでいきなり逆ギレしない、まあ、ナコードさんも人間なんでミスをすることもあると思うんですよね。ちょっと調整間違ってたりとか連絡が違ってましたってことあると思うんですけど、そういう時もまあニコニコしてね、あ大丈夫ですよそれぐらいっていう感じで、あえて許してあげるっていうぐらいして、言い方悪いんですけど点数を稼いでいくみたいな考え方で行動していくのがいいかなと思ってます。私は実は点数稼ぎのための行動をいろいろやっていて、 T さんもお気づきだったかもしれないんですけれども、例えば私がやったのは、他の結婚物語の会員さんに役立ちそうな婚活情報を T さんに伝えるってことを意識してやってたんですね。自分がお見合いで行ったラウンジのレポートみたいなのもたまにしてて、よく使われてる会場なんだけど席と席の間隔が狭いからちょっと会話が筒抜けになっちゃうから、あんまりここは積極的に使わない方がいいかもとか、逆にここのラウンジは割と空いてて予約も取れるから穴場ですよみたいな。あれ本当に助かりましたねもちろんね、ベテランの大手のとこだったらそんなの分かってると思うんですけど、うんうん、あの時ちょうどうちが東京に進出したばっかり で、ねうんうんうん、東京のラウンジはあまり知らない時だったので、うんうんうん、めちゃめちゃお見合いしてるまゆさんが、うんうん、もういろんなラウンジの情報をバンバンくれるからすごい助かって、あれ全部まとめて会員さんに一斉送信したりとかしましたね。よかったです。もう本当にすごいなって思いました。本当に助かりました、あれは。でもこれはね、お見合いやってる人だったら誰でもできることなので、自分のできる範囲でやってほしいなっていうのと、あとは私婚活のデートで行って、ここ婚活デートにめっちゃ向いてるやんみたいなおすすめスポットがあったら、それをなんかね報告したりとかしてました。女子受けしそうですよとか、そこそこの値段だけど結構雰囲気がいいお店ですよとか、そういうのをお伝えしたりとか、自分が読んで参考になった婚活本とか婚活に関する情報のサイトとかっていうのを T さんに共有してましたね。
多分ね、今聞いてる人の中で死んでる人がいると思うんですよ。やばいなと。私入会面談、仕事の帰りに髪の毛ボサボサでメイクハゲハゲで行ったでとか、もうすでに結婚相談所のスタッフの人に前の相談所の悪口死ぬほど言ったわっていうか、今まで会った男の悪口言いまくったわみたいな、男女問わずね、いると思うんですよ、今死んでる人たちが。今ね、話してもらってる内容っていうのはもう高望みを、死んでも叶えたい人の話を今してるので、普通の人は全然もうメンタル弱かったら見せてもらっても全然いいし、例えばね、もちろんすごい高望みをするのであれば、自分が全然スペック足りてない人に行きたいわけだから、めちゃめちゃいい人間ですよ、メンタルは安定していて明るくて優しくて、そんな素晴らしい人間ですっていうのを見せなきゃいけないから、やっぱり結婚相談所のスタッフの前で泣くとかはあんまり紹介はしてもらえないんですね。スペックも低い上にメンタルまで弱いってなると、それは紹介はできないです、上の人に。だから本当に高望みってなったら、そこを見せないっていう努力はいるんだけど、そこまで高望みじゃない人にね、すごい辛いことあったのに我慢して仲人さんにね笑顔を見せろとか、そんなん誰も結婚相談所のスタッフみんな思ってないから、別に入会面談で号泣してもいいし、もう前の婚活男性がひどかったんですとか、もうおごらせるだけおごらせて、あの女許せないんですとか言っても全然いいですよ。それ言われて、もうこの人はダメだなって思う結婚相談所っていうのは基本的にはないと思います。ただやっぱり高望みっていうところでいくと、それをね叶えようって決めて、今からどう行動すればいいのかな、今から入会するぞっていう人たちは今の話が参考になるかなっていうだけで、今もう聞いたことをね全くできてない人たちも、それも仕方がないし、もうじゃあ私もうダメだ、絶対ダメだっていうこともないので、今まあできることからねちょっとつけてってもらったらいいんじゃないかなと思います。もうどうせね、悪口我慢したりとか、メンタル弱い男女とか切れやすい男女って、どうせねすぐね爆発する時が来るんですよ。じゃあ最初すごい私メンタル安定してます、僕はもうすごい穏やかですって言ってんのに、バーンって爆発されたら、その時の方がこっちもねおーおーおーってなるから、もうそれだったら最初からね、もうメンタル弱いんですとか、ちょっとすぐイラッとする方かもしれませんって言ってもらう方が結婚相談所としては全然いいので、なのでね、それちょっとね今聞いて即死した人たちは、まあ、結婚相談所にそれをやったからってすごい嫌われるとかは全然ないので、あくまですごい高望みを叶えようと思ったら、めちゃめちゃな性格の良さを出していこう。仲人さんのミスとかもね全然笑って許せるとかだったら、やっぱりすごい、うちの会員でも相手の相談所のミスを許せる人っていうのは、めちゃめちゃ相手の相談所から評価が高くなって、いい人を紹介してもらえたりとかねするので、まあ、できる人はねやってくださいっていう話で、できない人は無理するなという形で、まゆさんにもう一回戻していきたいと思います。はいはい、そんな感じで、はい、できる範囲でやっていただきたいのと、高望みを叶えるためにはこれぐらいいろんなことを考えないとダメだっていうことですね。要は自分の望みを叶えるってことだけじゃなくって、相談所の人はどういう気持ちなのかとか、相手の相談所の人たちからの印象はどういうふうに見えるのかみたいな、自分の周りにいるいろんな人たちが何を考えているのかみたいなことを考えながら動いていくっていうのが大事なんですけど、高望みの人だけでこれは大丈夫です。ここで多分50人ぐらい死んだ気がします。すいません大丈夫、でもそういう話をしていかないとね、本音で今日は話してもらっているの、はい。次に結婚相談所に嫌われずにというか、結婚相談所に高望みの条件をきちっとどういうふうに伝えていくのが良いのかっていうお話なんですけど、これ言い方によってはちょっとイラッとされるパターンもありますもんね。なんでここはちょっとコツがあるんですけれども、例えば女子の場合で、私は若くもないし、まあ、顔もそこそこ普通と、なんだけど、まあ、年収は600万以上ぐらいが良くて、同世代か年下が希望、できれば身長は170ぐらいあって、まあ、見た目も普通のそこそこぐらいの人ちょっと結婚したいみたいな女子がいたとしますね。これはいわゆる一般的に高望みって言われるような条件かもしれないんですけれども、例えばもうこの条件は絶対に譲れない、これだけは叶えたい、だけれども私はもう住む場所はねどこでもいいんですとか、全国どこでもお見合い出かけるし、転勤族でもどこでもついてくし、引っ越ししても大丈夫ですみたいな感じで、住むところっていう条件をかなり激しく捨てると、それかもしくは家事は私が全部やりますみたいな感じで、今やっぱり育免とか家事家族で分担してやりましょうっていう世の中にはなってるけれども、でも私はもう本当にこういう人を取りに行きたいから、家事は私が全部自分でやりますみたいな感じで、もう絶対に譲れない条件と、もう捨ててもいい条件っていうのをもう明確にして伝えるっていうのが結構大事になってきます。で、男性の場合だったら、まあ、例えば自分は学歴とか年収見た目も普通のおじさんなんだけれども、自分より5歳以上若い女子にどうしても行きたい、絶対に若い子がいいってなった場合に、
に絶対若い子がいいんだけど、でも顔はとっちらかっててもいいし、ぽっちゃりでもいいし、全然貧乳でもいい、メンヘラでも俺が支えてやるから、とにかく若い女子行かせてくれみたいな感じで、高望みをするんだったらもう何かの条件を思い切って捨てて、高望みのために自分は死ぬ気で頑張りますっていう決意とか本気度みたいなことをちゃんと整理して仲人さんに伝えるっていうのが大事かなというふうに思います。私たちも入会の時にすごく感じるのが、高望み自体がダメなんじゃなくて、高望み努力がいるって分かってない人たちがやっぱ難しいなっていうのを感じてて、高望みだけどめちゃめちゃ努力する気があるとか、分かってるからものすごい譲る気はあるみたいな感じだと、こちらも本当のことを言えるんですけど、高望みなんだけどどこまで頑張ればいいのかふんわりしてる、そんなに頑張れそうにないっていう人たちには本音で話せないんですよね。ものすごく高いことを言われてて、ちょっとこれやってほしいなっていうことを伝えたら、え、そこまで頑張らなきゃいけないんですかみたいな。例えばね、服に関してノースリーブ着てくださいって言った時に、え、ノースリーブじゃなきゃダメなんですかって言ってくるような女性っていうのは、もうその時点でハイスペコンっていうのが難しくなってくるんですよね。でももうそういう人に高望みで本当にそういう人が叶えられる道を言ったら、多分血を吐いちゃうので、もうふんわりしていくしかない、難しいっていうことを伝えて嫌われるか、それかもうふんわりサポートするしかないっていう状態に結婚相談所ってなってしまうんですね。うちはもう最初から厳しいことは厳しいよって言うんだけど、言えない優しい仲人さんだったら、そのまま、まあサポートはできる限りはしてくれるけど、本音では喋ってくれないっていう形になっちゃうから、高望みって自分で分かってます、だからその分何でも言ってくださいっていう風に言われると、本当にやればいいことを全部言えるから、何でも言ってくださいっていう態度があるか、それとも言われたら泣いてしまいそう、切れてしまいそうな雰囲気があるかっていうので、こちらがアドバイスできる量っていうのも変わってくるなっていうのは感じますね。そんな感じなので、やっぱり高望みをするんだったら決意とか本気度みたいなところが大事になってくるので、これをうまく相談所の方にお伝えしていくっていうのが大事かなと思います。次がポイントとして私がお伝えしたいのは、とにかく考えろ分析しろっていうお話になります。またこれも結構辛いというか努力系の話なので、死ぬ人が出ました、死ぬ人がちょっと出るかもしれないんですけど、高望みをするのであれば、その相手のことを徹底的に考えて分析するっていうのが大事ですね。その相手のことを考えて、自分のどういう部分が刺さるのかとか、あとさっきも言ったようにライバルがすごいたくさんいるので、まあ、ライバルに勝つためには何をすればいいのかっていうのを、とにかく自分の頭で徹底的に考えてください。ハイスペ狙いの主が年収1000万以上のハイスペがいいみたいに例えば言ってたりするじゃないですか、うんうんうん、もう今声の感じで結婚できない感じですよねじゃあそういう方に問いたいのは、あなたは1000万円以上稼げる仕事に何があるか知ってますかっていうことなんですよ。なるほど、もうここで答えられない時点で、うん、年収1000万の人と結婚するのは今の段階では難しいぞということです。答えられない時点で単なる夢物語になっちゃってるんです。本当に取りに行きたいんだったら一生懸命調べるはずなんですよ、そのことを。すごい刺さってる、私にも刺さってるちょっとまあお伝えすると、1000万円以上稼げる仕事ってサラリーマンだとやっぱりかなり業種が限られてきて、金融とか商社とか一部の不動産とか広告代理店とか、外資系であれば割と、まあ、メーカーとかその他の業種でも超えてきたりとか、誰もが知るような超大手メーカーみたいなところの一部になってきたりしますと。あとみんな大好きなお医者さん、お医者さんね、お医者さんは基本は年収1000万以上にはなるんですけど、勤務医なのか開業医なのかどの専門なのかみたいなことで年収も働き方も忙しさも全然違ってくるので、ふんわりお医者さんと結婚したいじゃなくって、細かく考えていかないと、やっぱそれぞれの人たちで働き方も考え方も違うし、女性に対して求めるものとかも全然違ってくるので、同じ医者でも、同じ医者でもやっぱそこはプロファイリングが必要かなと。あとまあいわゆるお金持ちとかって経営者とかってね、よく出てくると思うんですけど、これは本当にピンキリで、フリーランスの延長みたいな感じで細々やってる人もいるし、相談所とかだと結構お家がいい方とかね、登録してたりもするので、地方の老舗企業の2代目ですみたいな人もいたりはすると思うんですよ。同じ経営者って言ってもどういう仕事してるかによって属性が違ってくるので、やっぱりそこは自分のライフスタイルを考えてみて、自分の理想としてる結婚生活にどのハイスペが合うのかみたいな、まあ、はたまた本当にハイスペが合うのかっていうところも含めて考えていく必要がありますね。大丈夫ですかね。大丈夫です、大丈夫です。みんなが大丈夫か分かんないですけどハイスペもいろんなタイプがいて、さっきみたいにまあ仕事の内容で割とざっくり属性分けられたりするんですけど、もう
少しざっくりとしたタイプの分け方があって、私が考えるタイプ分けなんですけど、ハイスペって今ざっくり分けると令和型と平成型、2種類のハイスペがいると思ってるんです。2種類。令和型っていうのは最近増えてきたタイプなんですけど、いわゆるよく言うパワーカップル狙いというか、自分もハイスペだから自分と同レベルのパートナーを希望してるみたいな人。そうですね、これは増えてきました ね、 最近。もうこの 1,2 年ですよね、多分コロナ以降すごい増えてきてると思いますね、私が婚活してた時はまだまだ少なかった、ね、全然いなかったですよ、今はやっぱり女性にも働いていてほしいし、収入高ければなおよしみたいなタイプの人って増えてきてますよね。一方平成型っていうのはいわゆる昔ながらの旧来型ハイスペで、自分が稼ぐから綺麗な奥さんにお家のことをやってほしいみたいな昔ながらのハイスペですよね。相談所は割とこういう人多いイメージなんですけど、それもそうですね、やっぱ令和型パワーカップル狙いの人が増えてきた印象はありますね。今はどちらも混在している感じだと思います。どっちを狙うかまずは女子には決めてほしいですね。全然タイプが違うので、平成型っていわゆる昔ながらのハイスペって最近絶滅傾向にあって、ここ狙うんだったらやっぱり家事育児はもうワンオペ覚悟でいかないとダメですね。基本的に俺が大黒柱で仕事をバリバリ頑張って稼いでくるから、もう奥さんはお家のこと全部やってほしいっていう感じなので、もうワンオペ覚悟でいくと。この人たちってやっぱり女性に美しさとか可愛さとか癒しみたいなのを求め求めてるタイプの人が多いので、ビジュアルの底上げは必須ですね。だから必然的に収入をあまり稼げないタイプは平成型を狙うのが早いですよね。令和型はパワーカップ狙いだから、令和型を狙おうと思ったら自分に稼ぎがいりますもんね。そうですね、低収入女子が狙うならもう平成型、家事育児ワンオペ覚悟、見た目底上げってことですかね。そうですね、この人たちってやっぱり今の若いアラサー35以下になってくると平成型ってすごい出現率が減ってくるので、もう平成型行くんだったらアラフォー以上厳しいな、男性なるほどなるほど、いますよ。ミドサーとかでもこういう思考の男の子っているけど、でもやっぱり少ないし、ミドサーでこの思考だったら多分めちゃめちゃ人気だと思うんですよ。そうですね、ミドサーで専業主婦希望の男性ってことですもんね、それは人気だわ、だからそうなるとちょっと自分より上に、例えば40オーバーとか男性の年齢を上げた方がいいですね。年上 OK だと割と戦いやすいかもしれないですね。令和型パワーカップル狙いは、まあ、逆に共働き必須なので、めちゃくちゃ稼いでたりとかめちゃくちゃ頭がいい必要はないんだけれども、ちゃんとお仕事をしっかりやっていて共働きをしていくっていう意思があることは大事で、こっちはどちらかというと見た目より中身を磨くっていうのが彼らにたどり着く近道かなと思っていて、もちろん必要最低限というか男性とかその人の好みに刺さる見た目っていうのは大事なんですけど、めちゃくちゃ美容医療を受けてね、なんか整形するとかゴリゴリに課金するとかそういうことではなくって、その受けるお金があるんだったら自分の中身を磨くことにこっちは多分使った方がよくって、このパワーカップル狙いの男性ってつまらないとかバカな女性って絶対選ばないんですよ。なるほど、頭が良くて考えているしっかり自分がある女性っていうのを好むので、美容医療に課金するお金があるんだったら社会人大学に行ってみるとかビジネススクールに入ってみるとか、それが無理だったら、まあ、本を読むとか、とにかく自分を高める、自分の中身を面白くするっていうことにお金を使った方がいいですね。高学歴である必要はないんだけれども、自分の頭で考えられる地頭の良さみたいなのがないと彼らと対等にやっていくっていうのは結構厳しいかもしれないですね。さっきも話してたんですけど、自分が狙いそうなのはどっちのタイプのハイスペなのかなっていうのを考えてもらうのがいいかなと思いますね。平成型のハイスペも令和型のハイスペも、まあ、いろんなところにいるので、どっちかっていうと開業医お医者さんとか経営者の人は平成型をまだまだ好む人が多いし、大手企業のサラリーマンとかってなってくると令和型の人が多いかなっていう印象はあるんですけど、それぞれにそれぞれのタイプがいるので、自分はどのタイプのハイスペにならいけそうかっていうのをちょっと考えてみるっていうのはありですね。それでも分かんないっていう場合はもう相談所に聞くっていうのが一番で、私がね素敵だなと思ってるこういうハイスペの人って今までどんな感じの女性と結婚してますかとか、何をやればいいですかみたいなことをもう聞いてほしいですね。相談所なんで相談してください。はい、ということで、はい、まゆさんにお話をいただきましたが、はい、多分はやってみようって思った方も
そこまでできへんでって思った方もねいると思います。特に入会相談でね泣いちゃった会員さんも聞いてるな。これもしねここまでできないとかやりたくないと思ったなら今望んでる条件って本当に必要なのかな、どこまでなら頑張れるのかな、希望の人と結婚した時にそこで自分は幸せになれるのかみたいなことも全部ねしっかり考えてみたらいいかもしれないなって思います。高望みを叶えることがね目的じゃないんですよね。幸せになることが結婚の目的なので、みんなが幸せになる自分らしい結婚をねしてほしいって思ってます。まあ、それが高望みなのか、高望み婚をすることがもしかしたら幸せな結婚につながるのかもしれないし、もしかしたらねもっと地に足つけた方が幸せな結婚ができるかもしれない。本当にすごくいろんな夫婦がいまして、私の妹はすごい結構綺麗な感じで、ご主人もすごいイケメンなんですね。やっぱ2人ともすごい努力はしてて、ダイエットとかも意識高い系なんですよね。妹がちょっと太ったなって言ったらご主人が本当に1キロとかでもすぐ気づいてご主人がね筋トレの本とかを買ってきて妹にプレゼントするんですよ。で妹はそれ読んで喜んでやるんですけど、もう私なんか自分が1キロ太った時にそんなダイエットの本とかプレゼントされたら投げつけますよね、うるせえよっつってね。私と夫はお互いに5キロ10キロ太っても別に気にしないし、夫は私が10キロ痩せても気がつかなかったんですよね全然。まあもちろんね夫が太ったら私が食事とか少し気をつけたりはするけど、別にそんな夫にポテチ食べるなとかマクド行っちゃダメ、あ東京ではマックですかねマクドナルド行っちゃダメとかそんなこと言わない、全然自由で、私はやっぱり1キロ太った時にダイエットの方をプレゼントする旦那よりは10キロ痩せても10キロ太っても気がつかない旦那の方が私は居心地がいいんですね。で妹はやっぱり逆で、自分も太りたくないしご主人にも太ってほしくない、2人でいつまでも美しくいたいみたいなところが結構ある。やっぱそういうのがねどっちが心地よいかっていうのはもうそのハイスペ婚に限らずあると思うんですけど、自分よりすごく社会的にスペックが高い人と結婚するっていうことはものすごく自分が頑張る部分が絶対に出てくるっていうことなので、それこそ10歳下の美女と結婚したら共働きで家事全部やってもらうっていうのは望めないんじゃないかなって思うし、例えば年下のハイスペイケメンと結婚しましたって言ったら、もうまゆさんもそうですけど、それなりに美しい見た目っていうのはいつまでも子供を産んでからも保たないといけない。ちょっとまゆさんと私ほぼ年が一緒なんですけど、もうびっくりしますよねこのオーラの違いに。これがハイスペ婚する人の美しさかみたいな感じになるんですけど、仕草とか振る舞いとかも全然違うし、やっぱりね皆さんがどこで幸せを感じるのかっていうのは考えてもらえたらいいかなと思います。婚活するにしてもね、高望みを叶えるにしても自分で考えて動いてもらったらなと思います。はい、というわけでもうあっという間の1時間でしたね。お前さん今回はいかがでしたか。今回はたくさん喋らせていただいて、いやいや楽しかったです。本当にただ、ね、いやもううちに入ってようちでやってよもうナコードを言ってほしい、高望み男女を指導してほしい、ね、耳が痛い話が多かったと思うんですけど、ね、いやいや本当にね、うん、辛口で聞かせていただきました。でも本当に良かったと思います。今もね速攻で会員から感想来てて、もう血を吐きながらメモしましたっていう形で頑張りましょう。はい、そうですね、ちょっと血を吐いた方もいたかもしれないんですけど、高望みって本当にね叶えるの大変なんですよね。ただそこまでして叶えたいのかっていうのは皆さんが考えてほしいし、うんうん、高望みじゃなくてもね全然幸せになれる結婚もいろいろあると思うので、本当に皆さんに合った幸せな結婚をしてもらいたいなと思います。結婚物語チャンネルは婚活のいろはについてお悩みなどのヒントに役立てていただけるような動画を毎週木曜日の6時に発信しております。もしこの機会に婚活に興味を持ってくださった方がいたら、ぜひ他の動画も見てほしいなと思います。この動画が良いと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントをぜひお願いします。それでは皆さんさようなら、ありがとうございました。